愛知県立横須賀高等学校は愛知県東海市にある県立高等学校。神奈川県横須賀市にある神奈川県立横須賀高等学校とは異なる。男子の冬服は黒の爪襟学生服。襟の右側に交渉、左側にクラスバッジをつける。ズボンは標準型学生ズボンを着用。夏服は白無地のカッターシャツまたは解禁シャツ。 カッターシャツの下に着るシャツは白の無地を着用する。女子の冬服は濃紺のセーラー服で胸当てのあるもの。上着ポケットの上右側に交渉、左側にクラスバッジをつける。スカートは標準ひだスカートである。ソックスは白または黒系とする。夏服は白無地のセーラー服で胸当てのあるものとする。一年生は基本的に全員参加である。 文化部、運動部がある。3年生は、ほとんどが6月までに引退するため、それ以降は2年生が部の中心になる。また、部活動のほかに、文化系の同好会もある。横須賀高校生徒会には、各種常任委員会と2局が置かれており、執行部として、会長、副会長、各委員長、各局長がいる。 執行部や教員から声をかけたり、自ら志願したりすることで、直接的に任命にまでこぎつける。立候補者が出た場合は、選挙を行う。様々な行事を役員が一丸となり協力して、遂行する。一年度間で9月中旬を境目に前期と後期に分かれ、前期は主に球技大会、学校再準備、後期は合唱大会、球技大会が行われる。 一年生は芸術科目を選択し、二年生で文系、理系に分かれる。三年生は文系のみ二つに分割される。年間5回の定期考査があり、総合得点を強化数で割った点数を四者五入で、整数にした点数の偏差値で順位が出される。考査の際、各教科において35点を満たさなかった場合、赤点となり再試験を実施する。 再試験に該当する教科が3つ以上あると、成績説明会なるものが開かれ、呼び出しを受けた生徒と保護者が出席する。再試験について、ほとんどの教科で課題点が設けられている。親権模試、全頭模試の他、学研ハイレベル模試など、多数の模試を行い、積極的に大学進学のためのサポートを行っている。夏、登場期休暇には、補修がある。下記は国。 数、A の3科目が2週間、当期は累計ごとに異なる4科目が1週間ある。長期休暇中、学期中ともに学力別に講座を分ける場合がある。長期休暇後には休暇中の課題を主として範囲とする課題テストがあり、楽器ごとの実力テストがあるが、いずれも実力部分、課題部分に分かれる強化があり、実力部分は入試問題や、 もしの過去問などから出題される場合がある。カリキュラム上地理と倫理が学習できない期間がしばらくあったが学習指導要領の改正に伴い2013年度の新2年生のカリキュラムより B 類に地理、B が2単位学習することになった。また、現行過程のカリキュラムでも倫理は A 類のみ3単位学習をしている。ありがとうございます。